今2つ目のトンネルの前にいますけれども、うん、今日はどうです？1個目の方がやばい感じ？まだ2個目の、うん、なんかあんなに怖いの初めてかな。なんか裏ボスがいるな今日。わからん。まあなんていうか、ここは中級者向けぐらいなところではあるからね、来やすいっちゃ来やすいけど、アクセスが楽だし。確かにな。でも皆さん、こういうの結構今日俺めちゃめちゃ写真撮ってるんで撮れない。撮れない。気になる正体が。本当にこっちは全然違う。すげえ。全力で頑張ってみたけど無理だって。マスクするとメガネ抜くのですさ。皆さん今日黙りの動画になります。もう編集、編集するときすごい大変だからやめて。この黙り聞いたとこもあんまりカットしないとかないんだけど、ノーカットでお送りすることにするか。良くないのいっぱい。そう、なんで俺の目に見えてん、カメラの目も見えねえんだ。みんなにこういうのを見せてあげたいのに。あーもう散ったな。なんかこれはやばい。やばいな、マジやばい。手掴みたいんだけど、掴めないけど、ここに赤いオーブ。あなたがそっちに手伸ばした瞬間、何かを判定してるけどね、カメラは。あ？なんか動くカメラが反応する？うん。なんか心霊の強い人が来たんだよね。ああ、あなたみたいに霊感強いタイプの人が。その人にここの幽霊さんたちが触発された。でも本当に今日はね、こっちの一番最初のこのトンネルが一番怖く感じた。すごい狭く感じるトンネル。なんでしょうな。わかんない。さあ、皆さんもうね、うん、もうボクッとしてる。トンネルです。はい、相対トンネルです。今日はね、1個目の一番最初、駅に近い方のトンネルが今日ね、今まで来た中で一番怖い。正体が分からんっていうのがあれだな。あなたの目に見えてはいるの？見えてはいる。僕の方では見えてるっていうよりも感じてる。ね、本当に何よりね、声が聞こえるんだよな、静かにすると。実況して。水の落ちる間にちょんちょんちょんって歩く音が聞こえるんだろうな。なんで聞こえるのが聞こえないんだろう。
これだったら違うものだろう。なんだあれこの人。気になるんだけどな。さあ、ムイ君どうでした今日は。シカちゃんには会えてほっこりするけど。なんでこういえば。カメラもちゃんとありますね。あ、ちゃんとついてるついてる。どうだろうな、カメラの置き位置失敗した感あるんですよ、やっぱり。んカメラの置き位置失敗したって言ってたけど、うーん、多分失敗したんだよ。やっちゃったかもしれないな。なんだろう、このんびっくりした、お墓じゃない、お墓じゃねえわ、あのお花お新しいっていうのがついているね。 それ霊感強い人が置いてたとかではないんですよ、そういうなんか前回来た人が。でもここだって何も感じないんだけど、まだ来て本当に1週間そこそこだもんね。そうですね、そんななんか、うん、古い花じゃない。毎回同じの人かもしれんね。あ、でも線香とかあるもんな。何なんだろうな、正体が分からず終わるパターンが一番困るね。帰りとしましょうか。はい、どうやって消すんやった。ショットな。頼ってはいる。さあ、あんまり長い人もまた変に幽霊つくだけです。帰りましょう。怖い。怖い。なんていうかさ、心霊スポット来てちゃんと怖いって感想出るのいいよね。どうも、お邪魔しました。お騒がせいたしました。ありがとうございます。ペコリ。黙とう。失礼します。